どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さあ今回は再びおばあちゃんということでやっていきたいなとおばあちゃんね、多分今回大丈夫だろうとは思ってるんだけど、前回みたいに、ね、激しい感じは無理だと思うんで。警察庁は完全にアルビオンに乗っ取られた。警察組織全体もです。ですがご心配なく、民営化されたゴロツキ集団がお気に召さないならよそへ行けばよいのです。警察はただでさえひどい組織だったのに、アルビオンの外注先になり下がるとは。ご心配なく。変わった点といえば、制服と兵器と公共サービスより収益を優先しているという点くらいですね。さあ、スパイダーボットの記録や情報は奥にあるはずです。そしたら盗むか。そんな感じなんだね。同じスパイダーボットか確認できる？シリアル番号によると、トアンの爆破現場で発見されたスパイダーボットと一致します。使用者は特定できる？外までスパイダーボットを連れ出してください。詳しい情報を得るには直接接続してみるしかありません。わかった、やる。接続しかできないのか。いや、どうやって攻めようかねっていう感じよね、正直ね。これなんか、いや違うね。感謝する。僕を怒らせた。緊急連絡。負傷者の目撃情報がある。誰の許可を得てここにいる。了解。一戦も辞さない。どこにいるんだ。よし。人助けのためやからね。仕方ない。さあ、それでは。裏からね、入っていこうかな。そうなのね、壁に張り付いたりとかそういうのができないからね。よし、いけ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 、おばあちゃんいけ。よしよし。で、侵入成功。で、まずは一人仕留めて、そっちもいるんだよな。まあ先にこっち入るか。よし、処理ゲット。との ついでにね。ちゃんと出てけよ。よかった。
よかった、新しい友人ができましたね。アルビオンが拘束しようとしていたということは危険人物で、それも有用な危険人物と考えて良いでしょう。そういうこと。さあ、いけるか？ハラスメント。よし。これでハラスメントもなくなるでしょう。対象に良い知らせを届けます。それはそうと、先ほど助力した方に関してニュースがあります。おう。パトリックはまあ後回しにして。テイクダウン。そうなんだよね、音がでかいからね。警戒するんだよな。バグリー、同じスパイダーボットか確認できる？シリアル番号によると、トアンの爆破現場で発見されたスパイダーボットと一致します。使用者は特定できる？外までスパイダーボットを連れ出してください。詳しい情報を得るには直接接続してみるし。さあ飛ばそう。さあトラップ仕掛けといて、さあお休み。今回これは使わないと。弾薬ね、意外と使わないんだよね。さあおばあちゃん大活躍です。ぐるって回っていくと思うんだよね。お？軽快な警備の仕方だね。ちょっとお兄さん待って待って、お姉さんだったね。ここが通れない。そしたら
見つかってしまったか。ならばやるしかねえ。さて、どうやってそこ入るのかな。ついでにテックポイントも手に入れたいんだよね。まあ、先にテックポイントゲットして侵入しようか。侵入者が見つかるまで探すんだ。まあでもそうだよね。普通にね、警察署内に侵入してんだからね。いや、でもハイジャックすればいいんだったらここからでいいのか。あの開口部は脱出に使えそうですね。ほう。一部の足が破損していたとしてもスパイダーボットなら通気口を抜けられるでしょう。こっそりと警察署を抜け出すには最適な方法です。ふんふんふん。ふい、いやー、めちゃくちゃやっぱ壊れてるから大変だ。議事堂で使用された遠隔起爆装置の一部ですね。警察やアルビオンがきちんと解析していればあれがデッドセックによる犯行でないことは一発でわかるはずです。さて、上げて上げて、あー上を通っていくってわけか。考えたねー。ダルトンのマスクです。議事堂から回収されたものでしょう。彼の唯一の遺品かもしれません。あー、最初のね、遺品か。これね、ほい、どう、ほい、あー乗れた。でもスパイダーポットやっぱあれだね、移動はすごく便利そうだよね。実際にこの機械やったら、いけなかったね。難しいぞ、意外と難しいぞ、あそこ。よし、上か。さあ、ここまで来たわ。このゴミの山を見てください。次の通気口へ行くにはこれを飛び越えるしかありません。ゴミの山、ちょっとこっちからか。いや、いけないのよ。意外とだぞ。結構ギリギリでジャンプだね。ボロボロやな、スパイダーボット。あのね、どんどんね、まっすぐ歩けなくなってくる。これすごいね、この再現はすごいね。
さあ次こっち、もうちょっとだね。ねーよし。いやジャンプ後のこう衝撃が、でもまさかね自ら動き出すとは思いもしなかっただろうね。あと一息です。ここを通り抜ければ最後の通気口が見えてくるはずです。これか最後の通気口。さあこれを降りればよーし、拾って破損したスパイダーボットと、じゃああとは出るだけかな。手に入れたわ。スパイダーボットをスキャンしドライブにアクセスしています。データを解析するのでしばらくおとなしくしていてください。もちろん武装した民営警察組織にここまで忍び込んだ理由を供述したいということであれば話は別ですが。いいけど。あなたが見つけたスパイダーボットの一部は衛星を利用した GPS モジュールを搭載しています。特定の地上局に定期的に位置情報を発信しているはずです。不思議ね、どうしてわざわざ別の拠点を使うのかしら。非公式ってことよね。地上局の座標を送ります。さあ次は地上局。ここか。あー了解了解。そしたら時間もキリがいいんでここまでにしましょうか。いやー今回は大変だった。やっぱこう機敏に動けないから予定通り進まないことが多くなるね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回、そうだね、おばあちゃんでやるかまた考えつつ、やっていきたいと思いますね。楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。